誰だ。これは最善の一手ではない、最強の一手でもない。それにしても全然落ちないぞこの汚れ。汚れてなんかいないよ、綺麗じゃない。これどこ。ここ。あ、何もないよ。どこ。ここだってば。見えるのですか。だからさっきからそう言って。私の声が聞こえるのですか。私の声は聞こえるのですね。やっぱりそんな後なんて。誰だ。やだ、光、変なこと言わないでよ。見つけた、やっと見つけた。じいちゃんか。出てこいよ。立ち帰るよ。あまねくか、感謝します。私は今ひとたび現世に戻る。五番についてた血はそいつのものだったのか。それで俺に乗り移ったのはまた五が打ちたいってわけか。はい、なぜなら私はまだ神の一手を極めていない。光、行きますよ。よーし。17の4、右上隅小目。17の1、2、3、4。思いっきり初心者の手つきだな。地のそこか。これは最善の一手ではない、最強の一手でもない。僕がどう打ってくるか試している一手だ。僕の力量を測っている。遥かな高みから。じゃあまたね。ありがとうございました。あら、終わったの。うん、やっぱり対局はまだ早いわ。俺打つのすごく時間がかかって、もうヘトヘト。あらあら。あ、そうそう、今度子供の囲碁大会あるんだけど。はい。もう見に行ってみたら。考えとく。今日はありがとうお姉さん。またね。アキラくんとやるのは50年早かったかな。え、負けた。そんなバカな。アキラくんが負けたのか。アキラくんはプロに近い実力なんだぜ。お季語だったんだろ。何目を貸したって。先手の黒番で。何目差だって。二目差。二目差ならコミを入れればアキラくんの勝ちだ。二目差とかそんなレベルじゃない。ちょっと待ってよ。アキラくんが負けたって本当なの。まさか。だってあの子今まで一度も対局したことがないって言ったのよ。一度も対局したことがない。何なんだ彼は一体。慣れないことしたから疲れちゃった。ちった満足したか。はい。よし、じゃあ帰ったら社会の宿題だ。何なりと。うん、走るぞ。はい。